はい、次は砂糖の恐怖っていうところについてお伝えしていこうと思います。砂糖の恐怖ですね。これが最近ですねすごく問題になってきています。子どもの2型の糖尿病っていうのが増えてきているっていうふうに言われてます。2型の糖尿病ってどういうことかというと、まあ大人と同じような病気っていうことですね。1型と2型っていうふうに糖尿病は分かれます。1型は生まれつきのもの、2型は、大人おっさんとかがなるような、病気ですね。ガチの糖尿病っていう形です。これが最近の子供でも多くなってきてしまう、多くなってきてしまっているっていうところです。それがすごく問題になっていて、糖尿病になるといろんな病気にかかりやすくなってしまったりとかっていうすごくリスクが増えたりしていきますので、ここそして、砂糖の摂りすぎで糖尿病だけじゃなくてイライラしやすくなったりとか、集中力が続かなかったりとか、癇癪を起こす子になってしまったりだとか、まあ将来的に言うと認知症とかアルツハイマー病とかっていう問題にもなります。今日の話は子供を抱える親御さんだけじゃなくて、認知症だったりアルツハイマーを予防改善していきたいって方もぜひ参考にしてください。砂糖がすごく最近増えています。なぜかっていうことをいろいろ考えましたが、私は間食とかにも問題があるんじゃないのかなと思います。で、改善しやすいところ、いろいろ盲点となりやすいところはこの間食じゃないかなと、いろんな方のお話を聞いてすごく感じます。子供の間食がもうガチのおやつですね。もうガチのおやつっていうとあれですけども、例えば甘いお菓子類だとかそういったものがすごく増えてきてしまってたり、あとはジュースだったりとか、ブドウ糖、果糖、液糖って言われるようなですね、そういったすっごく砂糖の何百倍も甘いような添加物っていうのがものすごく増えてきてしまっているっていうところが問題になっているんじゃないかなと感じます。私の間食、私も子供の時って間食すごくしてましたが、私どんなものを間食してたか、おやつ代わりにしていたかっていうと、じいちゃんが焼いたスルメです。じいちゃんが焼いたスルメですね。じいちゃんめちゃめちゃスルメ作るの好きで、ちゃんとなんか自分で乾燥させてそれを焼いてくれるんですけども、うちは私はですねそれをずっと子供の時、ちっちゃい時にじいちゃんと一緒にずっとくちゃ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 食ってました。ひいばあちゃんと一緒にですね、ずっとスルメを食ってたっていう懐かしい思い出がありますが、そんな感触から、甘いですねチョコパイだったりとかですねお菓子類に変わってきてるんじゃないのかなっていうのをものすごく感じます。スルメからチョコパイっていうとですね、まあチョコパイの方がいいかなと、美味しそうだなと思う方って多いと思いますが、そういったところで砂糖を摂りすぎてしまうと、砂糖を摂りすぎてしまうとインスリンって言われるものですね、インスリンっていうものがすごく出ちゃうような状態になります。インスリンが過多になっていきます。お腹が空いた時に間食とかって摂ると思いますので、これ以前も何回も動画でお伝えしていますが、血糖値が低いような状態です。血糖値が低いような状態、ここからスタートしていって、お菓子ですね、さっき言ったように何にしましょうか。チョコパイにしましょう。チョコパイを食べるとすると、チョコパイ血糖値がですねぐんと跳ね上がります。ぐんと跳ね上がっていきます。この後にインスリンっていうものが出ていきます。インスリンっていうものを出して、体の中にですねこういった食べたものを取り込もうとします。インスリンですね、このインスリン酸によって血糖値は下がっていきます。血糖値は下がっていく。その後にこの状態がずっと続くと体をしんどくなっちゃいますので、まずインスリンが出ていくと、ここで、眠くなったりとかします。眠気、食べた後に眠いのはこれですね、眠気、集中力が低下。食べた後ってぼーっとしたりとか眠くなったりしますよね。うと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 。これインスリンの働きです。体を、取り込むモードになります。吸収モードに入りますから、当然これが起こってきます。その後にこれほっといちゃうと、体の中でですね、今度は、動けないので、今度アドレナリンがいります。アドレナリン、ノルアドレナリンとかっていうものの血糖値を
こうやって上げていくようなものですね。アドレナリン、これまたホルモンが出ていきます。このホルモンが出ると今度はどうなるかというと、アドレナリンってどんなイメージありますか？あなたはアドレナリンって聞くと体がよし頑張るぞみたいなとかですね、あとアスリートの方が、怪我してるにもかかわらずめっちゃ走れたりとか、そういうパワーを出すようなものですね。ここでイライラ、ちょっと待ってください、イライラしたりだとか、怒りっぽくなったりっていうことが起こってきてしまいます。あなたのお子さんが落ち着きがなかったりとか、集中力がなかったり、いつも癇癪を起こしていたりイライラしたりしているのは、それはあなたのお子さんが悪かったり、あなたの教育が悪いわけではありません。血糖値のコントロールが悪いんです。血糖値のコントロール、砂糖に侵されてるからそうなってるだけです。逆に言うとその症状っていうのは治ります、治ります。うちの子はもう本当に効かない子でねとかっていうお母さんたまに見ますけども、そんなの嘘です。そんな子は生まれつきそんな子でいません。あなたの与えてる食事が悪いんですとか言ってしまうとちょっと怒る方はおられるかもしれませんが、こんな状態の体になってしまいますので、すごく砂糖っていうものには気をつけてください。特に気をつけなきゃいけないのがジュース、あとは甘い食べ物、お菓子類だったりとか、そういったものですね。そういったものはすごく気をつけてください。子供は確かにですね、解凍系って言われるものからエネルギーが作られていきますのでいいですけれども、おやつの質っていうものは気をつけてください。まあおにぎりとか揚げとくといいと思いますし、スルメとか最高ですよ。唾液いっぱい出ますしね、顎の筋肉も強くなっていきますので、そういったものに置き換えてあげることをおすすめしています。砂糖っていうものをすごく気をつけて、子供に与えすぎないこと、そして、ジュースとかは本当の白砂糖の何百倍の甘さも持ってますので、味覚っていうものをぶっ壊しちゃいますから、本当に注意して与え、ほとんど与えないよ、まあ時に与えるのもしょうがないですが、本当に気をつけて、こうやって危険をはらんでるんだってことを認識していただくと、あなたの子は天才になってきます。はい、今日のお話は以上です。いいなと思ったらいいねボタン、あと分からないことあればコメントで LINE やとっていうところをお願いいたします。以上です。はい、 YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお渡しさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイレの施術を受けられます。1つ目、カウンセリングが無料。3つ目、お得情報っていうところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。